吉田さん、部屋積みっていう制度があるのご存知ですかね。部屋積みっていうのは2種類あって、まあ、いわゆるね、ヤクザさんの事務所にずっと寝泊まりして、その事務所を守っている人、もしくは組長さんとかのね、お宅、自宅の方にずっとそこに住んでですね、いろんなお世話をする人、まあそういうふうな2種類の部屋積みがいて、だいたい夜8時ぐらいには終了ってことになるみたいですけどね、まあ、部屋積みっていうのがあるんですけども、ものすごいね厳しいんですよ、部屋積みっていうのは。立つ位置とか、それからゴミの掃除とかね、それから整理整頓とか、いつもきちっきちっとしてなくちゃいけなくって、象徴的な例がね、庭の敷石の石の一個一個もちゃんと雑巾掛けするんだよって言われるぐらい、そのぐらいの厳しさなんですよ。実際にまあそこまではしないんですけども、部屋の中の お掃除は、ね、ピシッとしてるし、物事はもうしまうものはしまってるし、整理整頓はするし、で時間通りにきっちり動くしって感じで、落ち度の全くないような状態にするんですよ。で何時何分に車をつけろって言われたら、車をピタッとつけてね、本当に寸分狂いなくみたいな感じなんですよ。だからその積み重ねの上に、まあ、9兆円っていうお金が生まれてるのかなと思うんですよね。まあ、もちろんそういった組織ですから、規律には厳しく、で行事には厳しく、で地域の人にはまあね、嫌われないようにっていうかね、あまり威嚇するようなことをしないみたいなこともあるんでしょうね。さまざまな決まり事の中で部屋積みっていうのが、まあ、1年2年3年と続くわけですけども、部屋積みが務まったらもう何でもできるって言われるぐらい、なんかある意味修行の場でありね、鍛錬の場でありっていうところなのかなと思うんですよ。もちろんその部屋積みが務まらずに逃げ出す人もいて、まあ、いわゆるそういうのがね、まとまらずに、出ていくってことになるのかなと。そこからちょっとどうなのか分かりませんけども、まあ、いわゆるそのチンピラ扱いされちゃうってこともあるみたいなんですよね。まあこれでね、なんでこういうことを言うかっていうと、やっぱりその道の人でも腹を据えて本気でやろうと思ったら、ほんと真面目なんですよね。真面目にきっちりやるのがもう全ての基盤になってるわけなんですよ。やっぱ気分次第とか、その時のノリでみたいなのは、その真面目の上に成り立つんだったらいいんですけども、そうじゃなくて真面目の基盤がないのに勝手なことをやると、単なる無軌道っていうことで、やっぱり思考をね、素人扱いされちゃうってことにもなるのかなと思いますしね、まあ様々ですよね、まあそういうふうに9兆円の根底には、私たち普通の人っていうかね、一般人が及びもつかないような過酷な普通のことの繰り返しがあるみたいなんですよ。私も直接そこに携わったわけじゃないんで分かりませんけども、とにかく部屋積みっていう制度はね、本当にお坊さんのようなね、お寺の修行僧のようなことだというふうに思いますし、まあ、部活でいうと1年生が草取りとかね、グラウンド掃除するようなものなのかなと思います。まあ、一刻も早く先輩方の立場や名前も覚えたりとか、自分がどこの兄貴の下につくのかってことをやったりとかね、で組長さんには奥さんとかね、いらっしゃると思いますんで、そういった組長のご家族にどういうふうに配慮するのか、事務所 の部屋積みだったら、事務所に出入りする人の顔をどう見分けるのかとかね、公安の人は誰なのかとか、そういうことが、なんか一つずつ頭に叩き込まれて、だから時間が来たら終わりじゃなくて、やることができたら終わりみたいなね、成果を求められた時には成果が出されて終わりということになりますんで、8時が来たから終わりですよみたいなね、そんなことではないと思います。やっぱりこう絶対に、与えられた命令を達成するためには、それこそ骨身を削ってやってるんだろうなと、その上に成り立つのが9兆円なんじゃないですかね。まあ、いわゆるその恐怖で上位固さの組織を縛っていると、反社会勢力と言われてるね、なんかあいつ社会の枠組みに入らなかった人間じゃないかみたいに思っている人もいると思いますけども、実はものすごく社会を作ってるんじゃないかなと。むしろ社会の基盤を壊しているのは、いわゆるブラック企業に働いてる人とかね、なんかそういうことなのかなっていうふうにね、考えがね、まるで変わっちゃうぐらい、その部屋積みですか、そういうのを聞くと、見たりすると、あ、なんか全然レベルが違う世界だなって。ただ怖いとか暴力だとかなんとかじゃなくって、もっともっと基本動作の根底のところをここまでやってるんだと思いましたね。当然季節によって、今七夕の時期ですけども、七夕飾りをしたりとかするんでしょうし、そういった場合でもね、その生け花とかちゃんと壺はどれで、で下に敷くものはどれで、水はどのくらい入れてみたいなのも決まってるんでしょうね、きっとね、ピシッとしてるんだと思います。まあ、実際に事務所の中に入ったりね、組長の家に行くことはないと思いますけども、なんか真面目にやることの大切さってのは、どこの世界でもきっと一緒なんだろうなと思いましたね。いってらっしゃい。